파파야 두다바 두디 아스라 파파야 파파야 두다바 다바
にあのボイスパーカッションで凛太郎くんにヘルプで手伝ってもらってます。まあ、はい、はい、私たちは、普段ですね奈良県を中心に活動してるんですけど、奈良県があの海に面してない県なので、このようにね、あの海が見えるところで歌えるのがね、そうですね、嬉しくて嬉しくてね。目の前はもうすぐ海ですもんね。テンション上がって歌っておりますが、なんか自虐ネタに聞こえる。はい。でもね、今日海に来ることができたので、はい、次は山行きたいかな。山行きたいの？うん、山、マウンテン、マウンテン。そう。行きたいなマウンテン。というわけで次の曲は行きたいのはマウンテンマウンテンです。はい無理やり、こてつきでしたね。はい、この曲はドリームズカムトゥルーのジャジン懐かしいナンバーになります。お聴きください。近畿の至る所でもアカペラ活動は盛んに行われている。
とうございます。では、最後の曲となります。 NHK の歴史秘話ヒストリアでおなじみのカラフィナのストーリアをお届けいたします。お聴きください。秘密の黄昏に君の手を取った、いにしえのバラード繰り返すように紡ぐロマンソーカー。君のことをいつも歌いたい、悲しい夜をぬくもり